今流行っている流しそうめん&タピオカ流しそうめんは、今日はそうめんはありません。流しタピオカ、そう、流しタピオカなんかね、流行ってんだって。イエーイ、ごめん、あー、カメラごじゃん。なんかね、ツイッターで話題らしくて、で、今日ね、やってたのよ。やってたのよ。ちょうどこういう形、うちにあるこのね、形のでタピオカね、流しタピオカしてたの。へぇー、スタジオで実践してたの。ね、それを見たら、あ、うちでもできるじゃんと思って、できるじゃない、やってみようと思って、今日はねやってみよう、用意を しときました。イエーイ、ありがとうママ。で、実は昨日ね、フィッシャーズも流しタピオカやってた。イエーイ、でも、フィッシャーズはあの何、この長いレーンみたいな、長いレーンみたいな、あのよく6000円とかで売ってる、うん、高級な高級な流しそうめんの機械でやってたの。うちはこれはもう2,000〜3,000円ぐらいのやつで、そう、私がどうしても欲しくても長いのだとね、うん、組み立てるのが簡単だと、あ、1回しかやないの、なんか片付けも大変だし、そうするとなんかもう使わなくなりそうだから、1回ぐらいしか使わないから、黒だったら、ごめん、気軽に使えるから、うん、買ってもいいよって言われて、3,000円の私のお小遣いで買いました。そうだっけ？そうだよ。そっか。準備をしましょう。はい、イエイ。お水をじゃあ入れてください。はい、どこまで？とりあえず、どうする？入れて。いいよ。次に、で、タピオカを入れるんだけど、どうするの、しーちゃん。ちょっと待って、しほちゃんがね、TikTok を同時に撮りたいというので、りみちゃん一人でできますか？どうやって入れるの？そのまま、全部入れ、とりあえず半分入れようか。うん、ちょっとね、タピオカ超いっぱいね、2袋もね、あれしちゃったから多いかもしれないから、あまり多いとちょっと怖いかもしれないので。こんなコップあったっけ？うん、あったよ。グラス。ちょっとくっついちゃってね、取りづらいかもしれない。ね、これコーラね。グラス。うん、それでやな。見て。はいはい、できました。なんで？眠。じゃあやってみましょう。半分？ん？半分？とりあえず半分入れてみよう。はい、じゃあお願いします。いい？いいよ。ついちゃってる？ついちゃった。全部入れちゃうんですか、豪快に。うん、とりあえず半分までにしようかなと思って。結構量があるからね、あまり多すぎてもね。流しタピオカやったとき、今日の夜ご飯そうめん違う、それそうめんないんだけど、まあ、もうちょっと入れようか。もうちょっと入れても良さそうじゃない？入る？気になる？うん、とりあえずじゃあそれぐらいにしとこっか。少ないかな。こんなもんしようちゃん。どう？うん、じゃあちょっとオンしてみる。ちょっとうるさいんだよねこれね。ちょっとさ、固まってるやつをさ、りみちゃんさ、箸でさ、そう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 。回ってる？あ、もう水が足りないかも。水を増やそう。どのぐらい？もうちょっと入れよう。このブクブクが止まるまで。もっともっともっと、いいよいいよ。やっぱ黒い線までいかないとダメだね。オッケー。ちょうどなくなったね。あ、お、流れてる流れてる。いいんじゃない、いいんじゃない。しーちゃん、こっち。もうちょっと入れる？いい？もうな。じゃなくて黒タピオカ。クリオタピオカ。もうちょっと入れとく？せっかく。そうだね。うん。どのぐらい？このぐらい？うん。ほぐしてから入れる。そうだね。ほぐしてから入れる。水でほどけると思うんだよね。うん。ほぐしてます。はい。お願いします。どのぐらいから？うん。半分ぐらいでしょうか。黒い。黒いね。今、キモって言ってた。はい、じゃあちょっとこれ、スイッチオンしてある？あるよ。してあるよ。じゃあ流れてるかな？うん、ほら。ほんとだ。じゃあ、ゴイグルももう入れちゃいます。はい、いい？いいよ。
バイブルちょっと固まっちゃってるかもしれないけど。お、いいじゃん。かわいくなってきた。ね。黒よりだけよりいいよね。うん、うん。色があると思う。色があるとやっぱ綺麗だよね。まあ、ポイフルはね、ちょっとタピオカではないんだけど、ね、ちょっと多すぎたから、あのね、しなこちゃんがね、ね、真似させていただきました。いただきました。ね、ずっとね、それでね、タピオカもね、やりたかったんだけどね、テレパシータピオカとか今度やりたくない？あ、そうだね、今度テレパシータピオカやるのでね、ぜひ見てください。お楽しみに。お楽しみに。よし、これで一回話してもいいんじゃない？せーの。よし、はい、じゃあね、これを、あのね、はい、箸ですくって食べるんだって。でね、箸ですくって、その取り皿、コップ、みみちゃん用意したでしょ、もう一個あれ、しおちゃんの、でそれに、あの、取って食べるんだけど、せっかくなので、テレビはね、あの、紅茶をついてたのね。りみちゃんはゴゴティーのミルクをついて、じゃあしおちゃんはちょっとミルクティー苦手だから、三ツ矢サイダーにしましょう。はい、はい、お水とかでもいい、入れた、うん、うん、一回取るよ。待って、ちょっとだけ見込みをつけた。ごめんね。半分、うん、 OK、 これぐらい、おー、いいね、これ、うん、それぐらいにしよっか。ちーちゃんのもじゃあ入れてください。そう、ね、はい、できましたって言って、次で、両手持って、うん、はい、じゃあね、ジュースつぎました。こんな感じ。しほちゃんが三ツ矢サイダーです。飲んでいい、一口飲んでいい、喉を潤してからいい、炭酸ね、さっき飲んだ、ね、うん、じゃあ箸を割ってください。箸を割ってください。綺麗に割った方が勝ち、うん、勝ちとかないわ。オッケー、ちーちゃんの勝ちね。できたよ、うん、はい、いくよ、よーい、スタート。使わない、難しそう、使わない、あー、しおちゃん、しおちゃんの方がお姉さんだからやりやすいかな。とい、あー、頑張れ、おー、掴めた、イエーイ、掴めた、レミちゃんも掴めた、あ、おいしい、おいしい、いい食べて、うん、なくなっちゃった。なくなっちゃった。じゃあもう一回取ってごらん。頑張って。取ったらすぐ食べてね。つけたらピョってすぐ食べて。取れる、リミ。頑張れ、リミ。難しいね。頑張れ。チョー。あ、来て来て。チョー。チョー。うまい。うまい？美味しい。チョー。チョー。あ、あー。リミ頑張れ。もうちょい。リミちゃんが取れたら。取れて。取れた？これ取れる、あ激ムズですね。ちょっとリミちゃん頑張って。まだリミが撮ったのビデオカメラに撮れてない。一個もしほちゃんが続々と撮ってるけど、あ、やった、落ちた、頑張って、うん、美味しい、大丈夫、リミ頑張れ、一個ぐらいちょっと収めよう、カメラに。いや、切れる？自分で撮りたいね。頑張れ、リミ。リミ、いったよ、タマ。タマ、タマ、でかいの、ちゃん。来た来た来た、はい、じゃあ入れて。はい、もぐ。うん、どうですか？おいしい。おいしい、よかったよかった。しほちゃん、なんかすごい入ってるよ、いつの間にか。うん。めっちゃ撮れたじゃん。うん。これがお姉さん。リミは見えない、リミちゃんのは。そうだね、おお、すごい、しほちゃんコツをつかんだね、うん、なるほど、そうやって撮るのか。じゃあ、これで撮る。見て、これさっき撮ったの。あ、そっかそっか、移動カメラに収まってなくて。おお、しほちゃん上手。上手でしょ、うん、これがお姉さんじゃん。おいしい、おいしい、よかった。やっぱ映えるのはこっちの透明の方がやっぱりなんか、うん、タピオカが見えてあれだね。うん、リミちゃんの方はやっぱし透明じゃないとね、どこにあるのってなっちゃうね。ね、すごいね、これみんなでやったら楽しいかも。楽しいね、競争とかでは。なんかこう食べれること食べれないとか出てきそうじゃない。いっぱい食べれることさ、やっぱ箸が苦手な子はさ取れないじゃん。うん、リミ箸苦手じゃない。
ね、リム別に苦手じゃないけどね。取れない取れないか、じゃあ取ろう。第2弾いきます。うん、はい、はい、じゃあね、次ね、今度は水じゃなくて直接ジュースで三ツ矢サイダーでやってみよう。いい、はい、うん、あ、ちょっと機械一回止めて、どうぞ。そう、止めてから。いい、うん、聞いた、いくよ、うん、せーの。足りるかな、足りないし、ちょっと2本しかないね。足りないかな、すいません。ちょっと足りない分、似てるスプライトしかないの、ね、スプライト、うん、じゃあ半分ずっとして、せーの。タピオカが美味しい、タピオカ大好き、私。うん、リミ入れられる、うん、いい、入れて、うん、いいよ。ちょっと、あの、おお、ダイナミックだね。はい、ありがとう。ちょっと炭酸だと泡立っちゃうけどね。あ、ごめん、泡立てなくなったね。あ、ほんとだ。はい、こんな感じ。シュワシュワがちょっと抜けてきちゃったかな。ね、うん、炭酸のね。やばい。もしかしたらね、炭酸を回しちゃいけないかもしれないけど、その辺はね、あの、皆さんの企画として、ん？企画として、まあ、うちはね、まあ、ママが今ちゃんと監視して見てるので、あの、大丈夫なんですけど、やられる方はね、十分ね、その辺気をつけてね、やってください。はい。はい、じゃあ、なんといってもこの醍醐味はこのままストローで揉めることです。いい？いいよ。いただきます。はい。おお、すごいね。いいじゃん。うん、おいしいです。うん、こっちの方がいい。うん、こっちがいい。ハッシュですごく楽しかった、うん、トイフルがだって飲めないんだもん、形的に。あ、そっか、飲めるよ。飲めた。でもトイフルしか取れない。逆にね。どう、でもなかなか大成功じゃない。うん、大成功でね、楽しかっただろうし、今度水でやりたい、ね、そうだね、またね、やっぱジュースはちょっとね、あまり良くないね、結構な量使うし、うん、まあ、直接ね、あの、小さい子はいいかもしれないけどね、直接ストローで吸えてね、うん、やっぱ普通の人は、大人とかさ、ちょっとね、あの、大きめの子がやるにはやっぱ箸でやった方が面白いかもね、うん、誰が一番すくえたかとか楽しいかもね。楽しいよ、うん、楽しい、競争対決とかね、うん、今度じゃあ対決してみよう。うん、はい、はい、じゃあね。すごい、お腹いっぱい。お腹いっぱいになる。喜ぶ、いらない。それも困るけどね。そう、でもタピオカはね、お腹膨らむんだよね、もちもちしてて。タピオカがね、うん、お昼ご飯っていう人いるよ。そうなの？テレビでやってた。あ、これお昼ご飯、今の若者はタピオカはお腹がグラムからお昼ご飯とか小腹が空いた時に最適って言ってた。本当？テレビで。テレビでね。今本当テレビでもいっぱい取り上げられてるからね。はい。じゃあね、またね、タピオカでね、なんかできたらいいと思う。トイレしたくなっちゃった。トイレ行けば。じゃあちょっとここで終わりにしましょう。はい、お願いします、はい。ということで今回はですね、流しタピオカをやってみました。はい。今話題になってるので、皆さんもぜひ。お母様と一緒にやってくださいませ。それでは、バイバイ。それでは、バイバイ。なんでリミ遅れさせたの。すいません、すいません。美味しい。おいしい。グミ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 ベア、サンジーなおやつだ。